このフラウベルマキナっていうカメラ で、まあ、こうやって蛇腹でレンズがくっついてるんで、あのレンズ交換とかできないカメラで、まあ、中盤の67っていうフォーマットのカメラで、ブローニーっていうちょっと長いあのフィルムが入ってるんですけど、で例えばヒマラヤとかで中盤カメラを 8000m の上まで持ち上げてる人って今までの写真史の中でほぼ誰もいなくて、で、まあ、それだけでその自分のが中盤カメラを持って上がるっていうことに対するまあ、意義がちゃんとあると思っているので、まあ、デジカメだったらねみんな持っていくし、まあ、このカメラをちょっと思いながらもすごいヒーヒー言いながら上まで持ち上げてきちんと撮ってくる、それをできるのはもう自分だけだぞと思いながらいつもこのカメラを持ってってるんですよね。でも山とかで本当捨てたくなる時ありますよ。あの帰り道とか本当クレバスの中に落として帰ってこようかなと思う時もあるんですけど、まあ、どうにか持ち帰ってくるんですけど、